思議なあの女の人だっていう、その、出口直という人がですね、あのもうすぐあの、まあ、言うなればその、サイキック界のスーパースターみたいなやつですね、それが現れるとっていう予言してたんです。でそれが大きくその世界をこう動かすというふうなことを言ってたんですけど、そこへ現れた男がおりまして、で出口直のところにあの入りましてね、その名を出口、鬼三郎というんですけど、出口鬼三郎、出口直の、ね、霊感っていうのが 根本にあって、それの流れを見てると、でそれを実現していく力がある人たち、日本もあの大きく変わって、何が大きいかというと、こう200年ぶりにあの天皇さんが生きてる間にこう変わるみたいなことがこう行われるだろうとか、まあ、世界中であのいろんな大きな変化が、ずっと起きている時代です、ね、でその時代の霊感っていうものをもっと感じようと思いまして、まあ、そのおそらく重要なキーワードになっていくであろうその上島っていうところに、向かいあの日々過ごすというふうなことをこう、2、3年前からちょくちょくこう行いました、まあそんなあの僕霊能力者でありますので、お筆先であるとかそういったことを降りてきません、具体的な言葉とかそんなもう降りてはきません、来ませんが、世の中大きく変わるなというふうな感じは皆さんも感じていると思うんですよ、まあ、そういったところにあの着目したのはそのオートマティズムであるとか、例えばチュールゲーストの一派だったりするわけですけど、それを最初に言い出したのはコントラタックの時代、コントラタックの習慣において、卑怯とかその辺に対して非常にあの造形のかかった、バタイユから来たものだと思いますね。オートマティズム、あらゆる芸術が予感予言っていうものを根本にしているっていうようなところというのはバタイユのところから起きていると。で私もそれの末裔であるということであるならば、霊的末裔であるということであるならば、まあ、中山美紀であるとか出口直のそのお筆先ではありませんけれども、そういった、オートマティズム的な、つまり声になる前の声、音に音ですね、あるいは文字になる前のもの、絵のようなもの、そういったものが無意識の領域からあぶり出されてくるだろうと、そういった霊的な非常に強い刺激のあるところへ身をさらしていくならば無反応でいられるはずはないと、それが一体何を表していたのかということは後に解釈されることで、自分が解釈したものを自分の言語でも表現するのではなく、その反応をそのまま示すということが、バタイユなどの霊的末裔としての表現ではないかと思ったんです。これは去年の神保町の、時に、最初にこの屋上で公開制作をしたものです。で、この2つですね、大きいものとこの細いもの、この押した文字っていうのは僕おそらく非常にきちんと使われていた文字だろうというふうに思いますね。でこれが雨の港の詩というふうに書かれています。でこれは神結びです。もう一個木がありまして、ね、ここに今出てませんが、それは高見結びというふうに書いてあります。で日本の最高の句伝されている日枝苗が句伝しましたけれども、古事記の冒頭ですね、一番最初の部分、雨土の始めの時高輪原になりませる神の御名は雨の港主の御事、神結びの御事、高見結びの御事、この御柱の神は皆一人神になりまして、身を隠し玉行きというふうに始まるんです。で雨土の始めの時、もうこの宇宙が作られた時、最初に現れたのは、神様は3つである。雨の港主の御事と呼ばれる神と、神結びという、ものと、それから高見結びという
この3つで、日本ではその紙に性別をつけたりします。男神女神とやりますけれども、この古事記にいっぱい神様が出てきますけど、この三神のみ一つ神なんですね。つまり単独でもって男女が完結しているもんであると。雌雄同体、完全体としての神が三つ最初に現れたというふうになっています。でその冒頭に出てくるものっていうのも縄文人もおそらく使ったであろう、その神代文字、押して文字と思って、神代杉も書くという行為をここでこう行いました。細い、これは僕の言葉です。スメカミとクナヌっていうふうに書いてあります。スメカミっていうものは、スメっていうのは古代のペルシャ語でもありますけれども、ヘブライ語でもありますけど、高貴なとか素晴らしいとか、グレートであるとか、ワンダフルであるとか、スメ、神は神様ですね。とクナグ、クナグっていうのは合一化する、同一化していくという意味ですね。日本の古語です。今ではもう使えませんが、そのスメ神とクナグということを書いてあります。我々はそうしたその物質文明が発展していくということにおきまして、どん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 いろんなものを細分化していくことで、細分化するカテゴリーをたくさん作っていく、さらに分析して小さくしていく、そういったことをやることで文化が発達してきたっていうふうに思いがちなんですけれども、だこれとこれは仲間だな、これとこれは仲間だなと、これとこれはこういう共通点があるなと、こう結んでいくことでこうずっとなっていくという逆の方向の文化っていうのは、どうやらこれが縄文期なんかにはその文化であったらしいんですね。それがこの2000年、特に西洋文化との接触を行ってから、我々は細分化していくということに、分解していくという方向だった。それが大きな転換期を迎えるような気がすると、今後またその逆方向で、再結合していって、これとこれは仲間だな、これとこれは仲間だな、こういった大きな、それがアインシュタインが夢見た大統一理論に向けてのベクトルを持つことであろうと。1940年代から50年代、これは僕非常にお世話になりました分子生物学の先生ですけれども、渡辺太郎っていうんですけど、第三の核の時代になるとっていうふうに言い残して亡くなりました。十数年前に亡くなったんだと。日本のヒトゲノム計画、イネゲノム計画の責任者です。ワトソン・グリップのところで一緒にDNA の二重らせん構造を解析した人ですね。で、その渡辺太郎博士、ノーベル賞候補です。教え子がノーベル賞を取ってます。で、その渡辺太郎博士がですね、第三の核の時代に入るとっていうことをおっしゃっていました。第一の核の時代は何かっていう、これは物質界の核の時代であると。それを名付けて原子核の時代であると。で、次に生物界の核の時代。名付けて細胞核であると。で、その物質界と、それから生物界と、次に第三の核の時代がこれから自分さん始まりますと。それは何かと、精神における核の時代にも、いわば原子核、細胞核、それに次いで精神核の時代というものが来ると。その言葉を残され、それのその第三の核という著作も残されました。で、亡くなっていったんですけど、僕は非常に予言的に感じ、その渡辺太郎博士のおっしゃった第三の核の時代とかっていうもの、これを、出口鬼三郎、たち、あるいはその末裔たちが、実現しようとしている第二岩田の新たな時代というものに結びつく。その精神の領域っていうものについて、その物理学の方から接近していって、量子物理学なんかはその観察者によって物理的なその素粒子の振る舞いが変わってくるということ、それを実際にこう確認され始めたと。が、精神っていうものが実際に物理の世界に非常に影響を及ぼしながら、それが宇宙を構成していくんだっていう方向へ、目を向けたところの時代が始まりかけてる。
渡辺太郎博士が言ったその第三の核の時代、精神核の時代というものが始まりつつあるなというふうに思うわけで、それのその近くの扉を我らは、開けるときに来たと。出口の扉は、岩戸という言い方でしょうね。僕はその、近くの扉という、思うんです。これも、まあ、1940年代50年代からの概念ですが、その近くの扉が開かれるときというものが、で近くの扉が開かれるとき我らは、住監督なむのであると。そして全ての表現者たち、音楽、絵画、そういうものが視覚芸術とかそのあの聴覚芸術に限らず全ての表現者、ありとあらゆる表現者、一般姿勢の人もいます。それは、ね、あの血の集積、自分 の, あの非常に少ないあの体験の中からこう出てきた記号としての言語ではなく、つまり言語に縛られれば自分の知っている言語の範囲内でしか、いろんなことを考えることができない、受け止めることができなくなってしまいます。そういった、言語以前のところの価値を見出し、それに反応して、アウトプットしていくというふうなこと、なりふりをしていくというふうなことが始まる時代が、人類の300万年というと大げさですけれども、まあ、有史以来、有史だと2000年ほどになりますが、訪れるという予感に満ち、神島をわーっと考えして見てきたのが昨日であります。自分にとっての非常にリアリティな体験なのでお話ししました。